こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はですね、いつものお料理の動画とは違って、私が使っている、お鍋の紹介をさせていただきたいと、思って動画を回しています。よかったら最後までご覧ください。そしてですね、実はその前にこちらの箱が届きましたので、これを開封しながらまたご紹介していきたいと思います。なんとバルミューダが届きました。ね、これ前から欲しかったんですよね。娘がお誕生日に買って送ってくれました。なんと、よいしょ、開けていきたいと思います。よいしょ、色もね、ちょっとオフホワイトでいいですね。結構ね、奥行きがあるんですね。これ初めて見ました。これが、あ、こうですね、こんな感じ。あ、これが、何これ、これなんでしょうね。ここにはまってるかな。よし、ここにはまるんですね。あ、こんななんかガイドブックみたいのもついてます。トースト5つのモードって書いてある。これでね、お水入れるみたいですね。ちっちゃいカップがついてます。そしてこれがここに乗りますね。はい、そして、あ、ここにこのね、よいしょ、この中に給水パイプがこういう風に走ってるんですね。これも取り外して洗うことができるみたいですね。カチッと。で、これでダイヤルで選ぶみたいですね。パンの種類を選んだり、あと普通にトースターとしてもこっちの方で使えるみたいです。で、こっちがタイマーですね。パンくずトレイがついてますね。これがね、あると便利なんですよね。ここに溜まってすぐ洗ったりできるから。これはね、前のトースターにもついてたので、とっても便利でしたので、あってよかったです。はい、ちょっとじゃあお水入れてみます。パン焼くときには必ずお水を入れるんですね。で、3分以上でこれ満杯に入れる。3分以上、はい、これ入れますね。お水を入れて、ちょっと焼いてみますね。冷凍になってるね、このちっちゃいプチパンがあるんだけど、ココアとチョコのプチパンをちょっと焼いてみたいと思います。私いつもね、これ100均で買ったこういうお餅とかトーストとか、いろいろおにぎり焼いてもくっつかないっていうのがね、あるんですよね。これをちょっと乗せて焼きたいと思います。はい、ちょっとね、ちょっと焼いてみます。冷凍パンなのかな。よいしょ、あ、チョコレートパンあった。クロワッサンモードにして、スイッチをして、これで4分でやってみましょう。あ、中が見えなくなってきた。またいろいろこれで使った、
結果をね、皆さんにご報告したいと思います。あ、焼けてきたかな。はい、出来上がりました。どうかな。わっ、なんかこういうの普通のオーブントースターで焼くとチョコがなんか溶けてしまって舌についたりしやすいんですけどね、意外と大丈夫ですね。こんな感じ、こうふわふわ、冷凍だったのに4分でふわふわに戻りました。はい、それではね、鍋を紹介していきたいと思います。でこれが一番最近ね、仲間入りしたご飯用のお鍋なんですけども、すごく深めで高さがね、ご飯を炊いても吹きこぼれないようになっています。これライスココットっていう名前なんですけど、蓋のところがねこんな風にこう対流ができるような感じになっていて、ちょっと面白いですよね。20センチのストーブの、ライスココットです。これはもう10年くらい前に買ったルクルーゼ、これがね3番目のルクルーゼで、コストコで確か買いました。マルミットっていうのかな。煮物にしてもいいし、深めのフライパン代わりにしたり便利に使えます。でこのままね食卓に出してもなんか可愛いので、取りやすいですし、すごく気に入っています。このオフホワイトもねとっても可愛くて気に入ってます。もう一つ今ここにねあるこの緑色のルクルーゼです。緑色というかねちょっと黄緑みたいなルクルーゼなんですけども、今ねちょっと野菜のお出汁を取っていて、これは24センチです。でこの中の方はね普通のはこういう普通なんともなってない蓋なんですよね。いろんな大きいもの入れても大丈夫だし、おでんとか煮る時やたくさん作りたい時にはこの24センチが活躍しています。一番出番の多いのが実はこのストーブのね黒い、ココットです。重さが重いので洗う時に大変なんですが、22センチのココットですね。裏の蓋のところブチブチってなっていて、これもね吹きこぼれないようにこううまく対流できるようになっているようで、硬いお肉の煮込みとか野菜の硬いのをしっかり煮たい時とかもすごく便利ですし、ご飯も炊けるし、これがね一番サイズ的にもちょうどよくって出番が多い鍋です。これがですね土鍋なんですけども、これねとってもお気に入りで、伊賀ので焼いた、これはもう10年前に買ったんですよね。これはね実はほぼ日の、サイトで大小あったんですけど、確かこれ大きい方だったと思います。ほぼ日のサイトで今も売ってるのかなちょっと分かんないんですけど、本当に意外と軽くって、だけどこう容量もあるししっかりしてるのですごく大切に使っています。結構ね高かったと思います。それにこの佐渡で作ったというこの藁の鍋敷きがこうついてきて、こういう感じになるんですよね。これがまたねなんかちょっと雰囲気があるので、普通にコンロでかけてお鍋としても使ってもいいし、煮上がったものをこのまま食卓に出してもいいのですごく便利に使っています。これは本当にお気に入りです。ステンレスのこのほんとシンプルななんかお鍋な、あステンレスじゃない、アルミかな、ちょっと何にも書いてない、どこのメーカーかも何にも書いてなくて、もうどこで買ったのかも忘れてますけれども、本当にね軽いし洗いやすいし金属が薄いのですごく早く煮えて、そしてまあささっとできるので、これはね登場回数がもう特に冬はすごく多いです。でちょっとこう広めになっているので、いろんなものがお鍋にしても取りやすいし早く煮えるし、本当に、とっても便利に使ってます。どこのメーカーか全くわからないんですよね。もう30センチくらいあるのかなこの幅が。で普段使っているのがこのシリーズで、ビタクラフトのステンレス鍋シリーズですね。フライパンもついているんですけども、この4種類ね
とっても便利に使ってます。とにかくね、洗いやすくって焦げついてもすぐ取れやすいので、ね、重さはまあまあ、アルミのお鍋に比べると重さはありますけれども、こう熱の伝導がいいので結構リピートしています。そして最後は、まあ、いつもね動画で登場しているこのセイロなんですけども、これがね本当に便利すぎて、で意外とね安いんです。この24センチのお鍋の上にもスポッとこういう感じで乗るので、本当にいろいろ便利に使えますし、まあ濡れたらねこう乾かしてしっかりしまっておけばカビも生えないし、蓋にこう編んだところから隙間が、ね、あるので、これ布巾かぶせなくてもしっかり蒸せるんですよね。滴が垂れないので、なのでちょっと一つねあるとすごく便利だと思います。はい、今日はですね、私が普段使っていて気に入っているお鍋のご紹介と、それからバルミューダが新しく来たので開封してちょっと試しに使ってみるという動画を撮ってみました。いかがだったでしょうか。もしね、もう持ってらっしゃるって方もいらっしゃると思いますが、見てみたかったっていう方には参考になったかなと思います。またこれからも動画作っていきますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。はい、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。